どこに行くのさ。よし、行くぞ。どこに行くの？よし、行くぞ。どこか行きてえのか？よし、行くぞ。いらっしゃい。決まりかな。毎度ありがとう。決まり。毎度ありがとう。またいつでも。ロミーさんのお店にゴールドコイン。これでいい取引。これでいい取引。これでいい取引。これ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 取引。用事がなく。いらっしゃい。決まり。毎度あり。決まり。毎度あり。またど。毎度です。これで。はい、毎度です。これで。はい、毎度。またどうぞ。いらっしゃい。それはい、ありがとう。それはい、ありがとう。それはい、ありがとう。また買ってく。いらっしゃいませ。こんばん。こちらありがとうございます。またお越しく。揃ってどうしたの？久しぶりにクラウディアと会ったから3年前の話で盛り上がってたんだよ。3年でみんな結構変わったよね。そうだよ。最初見た時びっくりした。こうしてまたみんなと再会して。ただレント君がいないのが。レント、
今頃どこで何してるんだろう。お話しするならゆっくりお茶しながらにしない？うん、そうしよっか。空いてる席。違うから一瞬わからなかったよ。レント君に会えたらいいなって言ってたら、まさか。なんだ、ライザたちもこっち来てたのか。あれ、あんたどうかしたの？悪いけど。あのさ、レント、私たちこっちでまた冒険してるんだ。空剣島の方じゃ見たことないような。ああ、この町の南にあるあれだろ。見たから知ってるさ。え、南って言った？ああ、道に迷って道なき道を歩きまくった時に見かけただけだから。行き方は町の南、洞窟みたいな場所。ひょっとこの町の近くには鉱山があって、あちこちに穴が開いてるらしいんだ。そこのことかもしれない。そんな場所があるんだ。じゃあ行ってみようよ。悪いけど他に用事があるんだ。またな。あ、レント。旅の途中で何かあったのかな。忙し…それにしたってあんなレント初めて見た。喧嘩した時だってあんな態度取らない、うん、何かあったのかな。けど急が、また会えるだろうし、私たちはレントの言ってた遺跡に行ってみようよ。あとでカフェにでも行ってみようかな。どこに行こうかな。よし、行くぞ。どこに行くの。よし、行くぞ。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。
鉱山は町の南にあるってことだが、この扉からじゃない。行けなくはありませんが、おすすめはしません。遠回り。だいぶ錆びついちゃってるね。お前ら何してるんだ。すみません、この先に用事があるので通していただけますか。これはパトリツィアお嬢様。どうしても鉱山へ行く必要があって。お願いし、いえ、ダメではありませんが、実はこの扉、どういうこと。長期間整備もされず放置されたままなので、完全に錆びて。そうだったんですか。それじゃ。ねえ、錆びてくっついちゃってるんでしょ。それなら。ライザ、何か思い。うん、事情が分かっちゃえばね。思いついた道具があるから作って持ってくるよ。どこか行きて。よし、行くぞ。あ、ごめん、ちょっと。みたいね、タオの子。まあね。何か新しい発見でもあったの。どうなのかな。何度も見返している。ひょっとしたらあの伝承はもともと一つの伝。どういうこと。内容がバラバラな気が。遺跡の話、錬金術の話、まあ一つの話にしては突然違う話。確かに一貫性がない感じはする。実は僕らがだからクリフォードさんは伝。なるほど、全部別々。そうなんだ。どうしてそんな別々の話を一つにまとめようなんて考えたんだろうってさ。理由もなくそんなことはしないよね。うん、でもそうする理由が。そうだな、別々の話に見えて実はどれも根っこの部分でつながってて一つに。そうなのかな。はい、さっぱり。こんなのはどうかな。何作っちゃおうかな。入れる場所は。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。これでどうだ。いい感じ、さすが私。できた。綺麗な油でしょ。これなら結構ツルッツルに滑ると思う。とりあえずあの。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。Thank you.
こに行きますか。よーし、行くぞ。はあ、どうかしたの？村だと仲がいいのはタオたちだけだったし、この3年間はそのタオたちもいなかったでしょ。同世代の女の子は島にもいるでしょ。そういう子たちとは仲良くならな。家の仕事を真面目に手伝ってる子ばかりだったからきっかけなくて、だからみんなと別れてからは全くなかったんだよね。私も同じかも。ライザたちと離れてからは一人も友達ができなかったから。私も今の時間がと信じられません。3年間友達を一人も作ることなく過ごしていただの。私はあまり長い間同じ場所にとどまるような生活をしてこなかったから。私は言った通りきっかけがね。パーティーも来てみればわかると思うけど、ここと比べると想像がつきません。ところでパティは女の子の友達っているの？失礼な。そっか、パティ友達がたくさんいるってすごいことだよ。知ってますから。そもそもそれってほら、私島では先生みたいなことやってるから、大切なことはしっかり教えておきたくてライザはそんな風に子供たちに教えてるのね。お二人がお友達になれた理由わかる気がします。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。どれもよくて悩んじゃうな。どこか行きてえのか。よし、行くぞ。見ての通りのんびりを楽しん、トレジャーハンターってのは危険な毎日だからな。仕事以外の時間は。そうなんだ。なんか気持ちよさそう。はあ、あったかくて。この心地よさはベッドじゃ味わえねえからな。柔らかくて気持ちいい少しは俺を。頑固なやつだな。いい天気だね。ああ。うん、空青いね。あ、寝ちゃってる。本当にフィー寝かしといてあげよう。やれやれ、まさか本当に寝たと思われるとは。慣れるくらいのんびりできたら嬉しいが、まあ、これもトレジャーハンターの。ここは緑が多く、どこに行こうかな。よし、行くぞ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。いらっしゃ。今日もとライ食べるのも傍聴ねえ。ライザ自分でも危険。それでもうん、そのためならなんだかなら私に。そんなの目的冒険する。意外と近くで見つかる。
どの依頼にしようかな。どこに行きますか？どこに行こうかな。よし、行くぞ。ボスいるかな。見かけたら声かけてみようね。どこに行くの？よし、行くぞ。鉄と油の匂いがすごいね。全く別の町に来たみたい。こんな簡単に開いちゃうんです。一体何をしたんだ。へへ、まあいろいろとね。いや、マジですごいぜ。俺は魔法と言われても信じる自信がある。本当にそれは…まあいい、よくわからんが、だが廃校は落盤なんかも起こりやすくて危険なんだ。できればその辺の人間には言ってほしくない。ですからパトリツィア王女様、
絶対に廃校の中へ。もちろん相応の事情がない限り入らないので安心してください。嘘は言ってないけど。あの方も…オーレン族…まさか…こんなとこ…え？オーレン族…言われてみれば確かに…雰囲気…知っているなら隠す必要はないわね。実は話を聞いてしまったの。どうして行きたい理由があるの。いいよ、わかった。おいおい、ちょっと待、そんな簡単に同行させたらまずいだろう。どんなやつかも。でも、オーレン族の人はみんないい人ばかりだ。ライザ、オーレン族で知ってる人ってリラさんとキロさんしか。そうだけど、そんな悪い人には見えないし。それに廃校の中の遺跡に行こうとしてるなら一人。まあ考えてみりゃいいさ。ライザが決めな。もしヤバいやつだったら俺がどうよ。そうですね、ライザさんの判断に。みんなありがとう。セリさん一緒に。ありがとう。ね、よし行くぞ。Thank you.
悪くないんじゃないかしら。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。こんにちは。何か、何が必要なんだ。これで確かに、これ確かに、こ確かに、ま、こ確かに、こ確かに、これ確かに、ま、こ確かに、どれを鍛えようかな。何を使おうかな。これとか良さそうだ。いいか、カンカン叩くよ。よし、カン、どれを鍛えようかな。何を使おうかな。いいものは、こんな、カンカン叩くよ。うん、鍛えごたえがありそう。何を使おうかな。これとか良さそう。せーの。うん、鍛えごたえがありそう。強くなりそうなものは。これとか良さ、せーの。うん、どれを鍛えようかな。またいつでも遊びに。どこか行きてえのか。よし、行くぞ。フィーは露天街の方とここだとどっちの方が。
と暇そうね。うん、この前もちょっとした刺激でもあれば少しは楽しい。そういえばさ、聞いてよライザ、うちの畑にね。全然って。それなりに育つんだけどね、実をつける前に元気なくなって、なんか育てるの難しく。水の量を調節するのとかは？それは最初に試したけど、その結果難しい作物なんだね。足りないのは、え？その作物は他に比べてかなり栄養を必要としているのだから。栄養って言われても、それって今使って、それ以上の栄養って言われても。それなら私が作るよ、栄養たっぷりの特製栄養剤。え、いいの？うん、こういう時こそ連携。行きますか。よし、行くぞ。どこに行きますか。よし、行くぞ。ここの地区は物を作ってる音がいつもしてるね。ふぃしようかな。今日は新しい何かに出会えるかも。行ける場所が広がったよ。
敵よ。セーター、連続よ。そこだ。よっと。伸びよ。そこだ。よっと。そこ。セーター、連続よ。そこだ。伸びよ。頼みます。お願いします。僕に任せて。そこだ。よっと。はあ。セリさん、頼みます。そこだ。よっと。連続よ。セリさん、頼みます。まとめていくよ。そこだ。よっと。連続よ。泣かせるわ。ナイザ、泣かせた。連勝。はあ。吹き飛びなさい。問題なしよ。ちょっとは成長できたかな。てや。敵だ。気をつけて。連続よ。そこ。そこだ。よっと。伸びろ。セーター。そこだ。何を使おうか。一気に行くよ。そこだ。よっと。ライザ、任せた。そこだ。よっと。ライザ、任せるわ。そこ。セーター、連続よ。よっ、伸びよ。そこ。そこだ。よっ、そこ。やっ、伸びろ。大丈夫。援護するよ。そこだ。ライザ、任せるわ。お願いします。伸びろ。セリさん、頼みます。連続よ。どうだ。走れ、炎よ。援護するよ。セリさん、頼みます。お願いします。問題なしよ。木材っていろんなことに使えるから錬金術が重宝してるんだ。いっけー。なんだろうこれ。いっけー。結構珍しいものかも。いっけー。燃えろー。砂も材料になるのか。錬金術ってのは不思議なもんだな。いっけザクザク。これライザが欲しがってた草だったかも。結構広い鉱山だったみたいだね。トロッコの数もかなり多い方だと思うし。でも廃鉱の入り口って。そうだねえ、動かしたトロッコに乗れば一気に廃鉱の近く。おいおい、何年も放置されっぱなしのトロッコだぞ。車輪もさ、動いたとしても脱輪や止まらなくなる可能性もあるから危ないと思います。トロッコ自体かなり傷んでる。多分大人
そうだよね。でもトロッコの行き先が廃校なのは間違いないし、瓦礫とかいろいろあるから。みんな気をつけて。セーター、連続よ。そこそこだよっと。はあ、セーター、連続よ。セリさん、しゃがみます。これに耐えられるかしら。そこだ、セーター、連続よ。あ、セリさん、お願いします。そこだ、セーター、連続よ。アイディーボール、そこだ、僕に任せて。任せて、セーター、連続よ。どうだ、援護は任せな。クリフォン、セーター、連続よ。セリ、ライザ、力を見せろ。ちょセーター、連続よ。どこだ、そこそこ。ライザ、任せる。くえ、行きなさい。凍って砕けろ。そこ、僕に任せて。くえ、僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。これライザが喜びそうかも。敵だ、気をつけて。そこ、セーター、連
連続よ。そこだよっと、ははセーター、連続よ。よっと、ははセリさん、頼みます。セリさん、お願いします。よろしく。さてとは、どうしようかな。ライザー、せーの、ははライザ、何を使おうか。一気に行くよ。セリさん、頼みます。お願いします。どれが効果的かしら。これに耐えられるかしら。そこだ。タン、あなたならできる。さてとは、どうしようかな。やっつけてやれ。連続よ。伸びろ。そこだ。よっと。よろしく。あなたならできる。そこだ。連続よ。援護は任せな。伸びろ。クリフォードさん、お願い。こいつはどうだ。そこ溜まってるならやっちゃうよ。くれ。ちょっ。連続よ。セリ、頼むぜ。くれ。セリさん、頼みます。援護は任せな。固まってるならやっちゃうよ。セリさん、頼みます。ライザ、力を見せろ。せーの。問題なかったな。もっともっと強くなるぞ。ちょっと強くなれたのかな。昔からこの地に住んでいる方から、一度オートが金属の大生産地だった頃、ここはすごく賑わっていたらしいです。オートに住む人たちはもちろん、外から来た人、ここで財を成し、オートに家を買った人や貴族になり上がった方も。夢のあるいい話じゃないか。はい。ですが、こうして廃校になってしまったということは、それも。ごめんなさい、変な話をしてしまって。そんなことない、聞けてよかった。うん、この町の大切な歴史の一つなんだ。教えてくれてありがとう。するね。ザ、強そうだけど大丈夫かな。セーター、連続よ。そこだ。よっと、伸びろ。セーター、連続よ。そこだ。よっと、セーター、連続よ。そこ、そこだ。よっと、援護するよ。セリさん、頼みます。連続よ。伸びろ。そこだ。よっと、これでどう。せーの。よっと、あなたにできる。特訓の成果だ。これで連続よ。どうだ。援護は任せな。行きなさい。くれ。せーの、連続よ。こいつはどうだ。伸びろ。それ、行け。せり、ライザ、力を見せろ。セーター、連続よ。くれ。そこ、ちょ、そこだ。セーター、連続よ。どうだ。ライザ、力を見せろ。そこ、くれ。吹き飛びなさい。吹っ飛べ。そこ、くっ、ちょ、伸びろ。連続よ。どうだ。そこ、クリフォードさん、お願い。セリさん、頼みます。
見るだけじゃなくて素材を使っても花をめでるうちには入るよな。たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。薄暗いね。明るいところから急に暗い行動に入ったからな。特に。あっ、大丈夫ですか、タオさん。うい。暗くて見えなかったけど、いろんな昔使われてたものが。言われただろ。もともと廃校、おまけにここはやけに広い。思った以上に危ない場所な。そうだね。みんな。錬金術師にとっては素材になるのかしら。ティアどうしてここだけ明るいの？これこの坑道の明かりって、ずっと暗い坑道を歩いてきたからちょっと落ち着くね。そうだな。それにしても誰も来ない廃校で、私たちにはありが、ここから先真っ暗だね。手探りで行けないこともなさそうだけど、ちょっと。ああ、この先ちゃんと道が続いている。何か暗闇対策を考え。違って鉱石を見分けるのは難易度が高すぎるわ。
の残りがを感じる。大切に使わなくちゃね。これ小さな石とかも混ざってるけどいいのかしら。美味しそうな食材が手に入った。少しもらっても大丈夫かな。何が出るかな。そこ。ワクワクするね。遺跡だ。ここがレント街。本当に鉱山の奥にこんなものがあったんですね。鉱山の奴らが見つけたんだと思うぜ。だから行動が遺跡に。でもそうなったら王都でも騒ぎになるはずだよね。レント君は遺跡の中には。あの口ぶりだと言ってないと思う。忙しそうだったし。詳しい事情は知らないけどよ。うん、大切な友達だよ。なら今はそっとしておくんだな。
男には一人になりたい時もある。そうだね。何にしてもまずは遺跡に行ってみましょう。レントの子、秘密の遊び場。萌え、みんな気をつけて。セーター、連続よ。そこだよっと、はあ、そこ。セーター、連続よ。セリさん頼みます。よっと、はあ、セリさん連続よ、お願いします。そこだよっと、はあ、せーの、僕に任せて。任せて。そこ、セーター、連続よ。そこ、そこだ、伸びろ。セーター連続よ。その辺、そこだよっと。セーター連続よ。どうだ、あなたならできる。そこだ、伸びろ。よっと、特訓の成果だ。連続よ。どうだ、これで切る。そこ大丈夫。よろしく。セーター、クリフォードさん、お願い。クリフォード、敵を乱して。せーの、セーター、連続よ。どうだ、伸びろ。セリさん頼みます。セーター、連続よ。どうだ、そうだ、星族の。俺の出番だな。くえ、せーの、ライザ、力を見せろ。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。吹き飛びなさい。ライザ、任せるわ。そこだ、まだまだ。行け、セーター、連続よ。どうだ、そこ、そこ、いい、よし、そこ、まだまだ。伸びろ。行け、吹き飛びなさい。ライザ、任せる、力を見せろ。そこ、セーター、連続よ。どうだ、まだまだ。冷たいよ。そこ、どいて。あたしたちの勝ちだね。もっと経験を積めってことか。手品を見せてやるぜ。
ボール、敵を生み出して、それ受けセーター、もう一丁、どうだ、こいつはどうだ、そこセーター、伸びる、連続よ、どうだ、そこだ、ライザ任せる、ライザ僕に任せて、力を見せろ、とあなたに任せる、はぁ、伸びる、飛んでけ、行け、特訓の成果だ、これで切る、手品を見せてやるぜ、と飛びなさい、走れ、なんてこった、援護するよ、何を使おうか、戦況を変えるよ、そこ、セリさん頼みます、この葉の使いを当てる、くれ、セリ待ってるなら頼むぜ、やっちゃうよ、くれ、そそこだ、連続よ、どうだ、いっけ、援護は任せな、くれ、セーター、連続よ、どうだ、見せてあげるわ、脅威は去ったみたいね、もっともっと強くなるわ、ちょっと強くなれたのかな、ワクワクするね、
そこだ。何を使おうか。一気に行くよ。援護は任せな。そこだ。クリフォードさん、任せます。伸びろ。こいつはそこだ。よっ、ビッと来るぜ。こいつはどうだ。そこ、トウ。そこだ。よっ、走れ。伸びろ。特訓の成果だ。援護するよ。そこだ。無理しない。無理すんな。ライザ、力を見せろ。連続よ。どうだ。伸びろ。セリさん、頼みます。頼むぜ。セーター、連続よ。どうだ。伸びろ。アイビーボール、当てる。セーター、連続よ。追って砕けろ。それくれ。セーター、連続よ。どうだ。頼むな。セリさん、頼みます。頼むぜ。セリ頼みます。ライザ、連続よ。どうだ。そこだ。そこ、まだまだ。セーター、クリフォードさん、お願い。なんてこった。そこ、伸びろ。緑化種族の前、くれ。セーター、連続よ。どうせ頼むぜ。あたしたちの勝ちだね。もっと経験を積めってことか。よいしょ、とりゃ。火薬を使った武器。これはランタンみたいですね。でも燃料、すごい便利だね。これなら燃料を気にせず探索できる。どういう仕組みなんだろう。ただの作り。なんだそれ。他の遺跡にも同じようなものがあったし、多分このランタンの。いつどこの誰が残したものか知らねえが、使わない手はない。トレジャーハンターならランタンくらいは持ち合わせていると思っていたんですが。忘れた。よし、さっさと行こうぜ。そこだ。よっ、はあ、セーター、連続よ。とりゃ。火薬は遺跡探索で必須なんだ。行ける場所が広がったよ。よし、行くぞ。新しいレシピ思いついちゃった。何作っちゃおうかな。入れる場所は、お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。
何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう、何入れよっかな、何入れよっかな。さあ何を入れよう、何入れよっかな。どれにしようかな。これでどうだ。うんうん、悪くないね。何つく？そういえば、やっぱり何ができるかは。何にしようかな。どこに入れようかな。さあ何を入れよう、さあ何を入れよう、さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう、何入れよっかな。さあ何を入れよう、さあ何を入れよう、何入れよっかな。何にしようかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。どこに入れようかな。
これでどうだ。いい感じ。さすが私。どこに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。入れる場所は。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。こんな感じかな。何作っちゃおうかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな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 。お、いい感じかも。何入れよっかな。どれにしようかな。うんうん、悪くないね。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。どれにしようかな。これでどうだ。どこに入れようかな。何入れようかな。さあ、何を入れよう。何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。これでどうだ。どこに入れようかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。どれもよくて悩んじゃうな。いい感じ。さすが私。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。あれ、ちょっと変わりそう。こんな感じかな。入れる場所は。さあ、何を入れよう。何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。
どこに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。入れる場所は何入れよっかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。これでどうだ。どこに入れようかな。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう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 。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。あれ、あ、ちょっと変わりそう。これでどうだ。これでどうだ。どこに入れようかな。お、いい感じかも。何を入れよう。さあ何を入れよう。入れる場所は。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。あれ、あ、ちょっと変わりそう。こんな感じかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな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 。何を入れよう。何入れよっかな。どれもよくて悩んじゃうな。どこに入れようかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。うまくいくかな。入れる場所は。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。
でもよくて悩んじゃうな。入れる場所は、さあ何を入れよう、さあ何を入れよう、何入れよっかな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 、さあ何を入れよう。何入れよっかな、お、いい感じかも。何入れよっかな、どこに入れようかな、何入れよっかな、さあ何を入れよう、何を入れよう、さあ何を入れよう、さあ何を入れよう、どれもよくて悩んじゃうな。どこに入れようかな、どこに入れようかな、お、いい感じかも、お、いい感じかも、お、いい感じかも、こんな感じかな、どこに入れようかな、お、いい感じかも、何を入れよう、お、いい感じかも、すごいのできちゃうかも、何入れよっかな、あれ、あ、ちょっと変わりそう、これでどうだ、これでどうだ、どこに行こうかな、よし行くぞ、どんな依頼があるかな、これならすぐに報告できそう、すぐに報告できるね、これならすぐに報告できそう、すぐに報告できるね、これならすぐに報告できそう、これならなんとかなる、よろしくね、材料が足りないか、よろしくね、ライザ、うーん、どこに行くの、よし行く、邪魔するぜ、
いらっしゃい。うん、話しておく。俺がこのオートに来たの、そのお宝、俺みたいなトレジャーハンターが狙うには、なんかだな。クリント王国、本当さ。この前俺が読んだあれを書いたトレジャー、オートを拠点にしていた時見つけたってことは、それがな。なのにお宝の話でも、まあな、そんな、まあとにかくそいつもクリフォードさん、その宝物ぜ、それでクリフォードさんたちも、ああ当然だ。ライザのアトリエ2。